までで飲んんた時にもうよく分かんなくかななって僕がエイシンがなんかずっとなんかうるさいから僕が頭引ひっぱたいたんですよ、はい、そしたらエイシンがちょっと怒っちゃって <laughs> 怒っちゃったところいや,いやその話するいいでしょうよ<や>別にい,いいよ別に全然怒っちゃったんですよまあ親しき中にも礼儀ありだろうみたいな感じで、はい、切れたらその瞬間に。 健生さんがチャンスだと思ったのか、A 氏に強いですよ、空手なんか日本でなんかチャンピオンレベルで、ね、チャンスだと思ったのか、ね、急に健生さんが走ってきてドロップキックしたんですよ。<laughs> <laughs> 勝てる、今やったら勝てるって思ったん、ね、<laughs> そうですね。そうですそうそう。今だったら勝てると思って、ってその時の僕、健生さんのこいけるって顔今でもいくついてて。<laughs> <laughs> でそんなことがあっても、うん、あのー、まあそんなこともあってもって言ったの僕が思ってるだけなんですけど、厚木浩人と赤松が一生懸命いや一番切るじゃダメなんでダメですダメですダメです,ダメですって止めてていやいや俺は散々でしたよあの本編では消滅させられてリアルではドロップキックされて、はい、<laughs> そうだねライバルだなおいやライバルですよもういつかもういつか寝首を書いてやろう、えー、<laughs> やめろ <laughs> <laughs> やめろあり <laughs> より <laughs> <laughs> のなじなしなんか。<laughs> ありよりだからって言われると全然嬉しくないから惜しい惜しいしい何が惜しい惜しいなしいやどこがあの…まずあのいやほんとに絶対こう一途でこう女性がこうプイってしても追いかけてくれるような素敵な誠実な男性だと思うんですかははね一方で例えばただ一方で、はいサプライズとかこう してもらうってなったときに、うん、なんかこう色とりどりの仲間たちに <laughs> ちょっといろいろ相談するのかなとか思っちゃったら <laughs>、うん、ちょっと一人で決められないのかなとか思っちゃってそ,、ね、そこでちょっとありよりまあおまけのありおまけのありおまけのありって何別にそんなお情けでそんなん言われたくないか <laughs> <laughs> はありでしたけは あい, <laughs> いやいやなしいよりのなし俺はもうずっと1年以上やってきて和み <laughs> が自分自身だと思ってやってんのにそれをなしって言われちゃうと俺,俺も否定されてる気分なのに別の話ですよじゃあ俺はまたいやありよりのありよりのなしありよりの結局なしじゃねえか結局なしじゃねえかよそんな中けんせいさんねホテルの。<laughs> ホテルの回収されましたけども。そうでしたね。ええ。いや。え？えだあとでっていうね。え？あのホテル朝まで語ってるあれ、あの旦那さんなんか言ってた？まだ見てないからさ。大丈夫。大丈夫。まず自分の奥さん心配しましょうかそうね。間違いない。そう。ほんまっすよ。